それ入れまーす。ガソリン今156円ですけど、スピードパスとここの2円引きの券もらいまして、151円で入ってます。でもあのコストコ行ったら確かもうちょっと安かったと思いますけどね。今からですね、明日名古屋の方でワンコの集まりがありますので、今日は御在所のサービスエリアを目指して行ってます。やっぱり5000過ぎました。今雨が降ってます。雨が降って、時間の方はですね、時間の方は何時や、10時前ぐらいかな、ということです。はい、皆さん乗ってます。はい、こんばんは。はい、梅ちゃんこんばんは。ちょっと乗って。はい、ひーくんはいつもの席座ってます。たけちゃんはどこ、たけちゃんはこんなとこにいてます。よいしょよいしょ、ガソリンをいっぱい入れました。ガソリン入れないけど5000も入りました。はい、ひーくん、何キロ走るんでしょう。土山のサービスエリアまで来ました。雨はちょっとまだ降ってるんですけど、とりあえずここで、おしっこしまして、おしっこってワンコですよ、人間も、ちょっと食事したいと思います。久しぶりです。タヌキがいてます。土山タヌキです。こんな感じ。山忍者物語たぬき。寿司屋。キシメントヘリカズが。ああ。何番？ヒレカツ16番です。はい、こんな感じです。はい、味噌カツとしめんを食べます。はい、雨がさっきより激しくなりました。ホットコーヒーを買ってきました。半袖ではちょっと寒いぐらいです。ちょっと寒い。夜のあれはうちとこのキャンピングカーと、あそこもキャンピングカーキャンピングカーですね。高そうなキャンピングカーです。クラブの人かな。泉ナンバー。ご最初着いたんですけど、この車ここにカーテンがあって、実はここでいつも待ち切りしてたんですけど、今ひーくんが座ってますこの椅子なんかは、こっち向くんですね。ところがこれでここでカーテン閉めたら、せっかくのねこれがあれということで、車が古いですからあれだったんですけど、やっと見つけました。
ネットで見つけました。ちょっとね、今からこれやってみたいと思います。早買い物して、はい、OK、 はい、閉めて、はい、今シェードかぶしましたけど、こんな感じで、外から OK ということになりましたので、かなりね、これが広く使えるということになりました。なかなかこのシェードなかったんですけど、見つかりました。今外、まだこっち雨降ってるんです。はい、ご在所はこんな感じです。はい、こっち行きましょう。すごいですね、これ電気自動車の急速充電っていうのは。はい、ここまだね、雨が霧雨のように降ってますけど、それでもまあ散歩できますから大丈夫かなって感じです。テラスです。雨降ってますからね、下がちょっと拭かないともびちゃびちゃになってます。かえって向こうのセメントの方がいいかもしれませんね。ここは結構木の上で濡れる感じしますわ。ちょっとあっちの置いてみましょう。はい、どうもおはようございます。朝からですね、雨は上がったような感じなんですけど、こんな感じ、ちょっと見づらいですかね。雨は上がったような感じなんですけど、今、温度の方がですね 17.5 度、室内が22度というところです。みんなよく寝ましたか？たけちゃんよく寝ました？海ちゃんはどうですか？いっくんは